ご来場のお客様が大変暑い中応援ありがとうございました。本日のヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは福岡ソフトバンクホークス森島選手に来ていただきました。大きな拍手をよろしくお願いします。森島選手、本日勝利おめでとうございます。率直に一言いただけますでしょうか。まあ嬉しい、初戦カードの初戦取れたので、まあ、明日も続けて取れるように。そして1回にいきなりですね、3点のタイムリー打ちました。あの時の打席、まあ、1打席目ですが、このような気持ちで入られましたでしょうか。まあ、ちょっと不調続きだったので、まあ、思い切って振りました。素晴らしい打球でした。まだまだ3連戦、予備日入れますと3連戦でございますが、これから2戦、どのような気持ちで戦っていきますでしょうか。まあ、引き続き、ホークスの野球というのができるように、まあ、しっかり一人一人がベストを尽くして試合を臨んでいきたい。そしてですね、本日香川県の少年野球クラブの3チーム来てくれています。お子様のですね、子供たちの応援、大変大きな声が聞こえたと思いますが、どのようにですか。大きな声出してくれた子どもたちに、メッセージお願いできますでしょうか。今日は応援ありがとうございます。また明日も頑張るので応援よろしくお願いします。そして最後にですね、福岡ソフトバンクホークスファンの皆様に一言よろしくお願いいたします。今日カード初戦を取れて、明日もしっかり頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日のヒーロー森島選手でした。皆様大きな拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。